続きまして居合堂です。無双直伝流を、演じていただくのは小野里と栄一様です。居合堂について、少し説明させていただきます。居合というのは立ち合いに対する言葉で、立ち合いというのが現代の現代剣道のように両者が刀を向き合わせて相対した状態から行うものであるのに対し、居合は刀を鞘に収めた状態、いわゆる平常の意のままの状態にあるとき、敵の不意の攻撃に対して臨機応変に対処し、敵よりも一瞬早く抜きつけて身を守るという、読んで字のごとくいながらにして合わせる刀法です。居合堂が求める究極は、勝負は鞘のうちにあり、抜かぬ太刀の巧妙ということわざにあるように、刀を抜かずとも敵を威嚇し、勝負を収めるという活人権にあります。居合の始祖林崎仁助重信が授けられたと伝承される御神託には、たとえ大罪人に直面するとも、刀を抜くな、抜かすな、切るな、切らすな、殺すな、殺されるな、離して懇切に説法し、善人に導くべし、毎日従わずは戦方なく袈裟打ちかけて成仏せしめよとあります。抜刀する前に鞘のうちの神宝を持って敵の心を制し、技の起こりを封じ、体の動きを止め、それでもなおかつ敵が切りかかってくるのなら一瞬を置かず居合わせて抜刀し、その鞘離れの一刀で勝負を決めるのが居合であると考えます。正中同あり、現在日本刀を直接使用する居合道は、一つの心の乱れも許されない数少ない武道であり、心身鍛錬の道として剣道と表裏一体、不足不利の関係にあり、日本精神の象徴の一翼と考えられます。それではよろしくどうぞお願いいたします。無双直伝流とは、今から300年ほど前の江戸の元禄の頃、江戸より無双直伝流を立ち会い、小菅清徹祭抹殺と皇帝4名が祭られ入り、伝承されました。真っ白の旧家宅には今日ものが保存され、交流の皇居としてあります。皇帝の一人に戸田藩に直伝流を伝えた林六大流森松もおり、現在の栄新流として制定以外にも広く伝えられております。中京の祖長谷川栄新は話術と語術の世代として伝わっております。直伝流は話術、語術、剣術、居合、七巻、鎖鎌、三つ道具、小箱術など多様な武器を備えた、今に言うところの総合武術でもあります。本日は居合、この腰より4、教会より3本を演じさせていただきます。よろしくお願いします。
ドラゴンクエスト。Yeah!
ありがとうございました。